はい、今回10月5日に発表、10月6日に発売された新型 NBOX、 今回標準車の方を見積もっていって、標準車の値下げの相場、最新納期の方が判明して、おすすめのオプション関連を紹介しながらですね、スタンダード標準車の方を見積もっていきます。で、ガソリン、ミッション、オートマ、まあ、全車一緒で、駆動四駆の方ですね、4名乗車、ボディショック、6色、3色、ファッションスタイルが下の3色で、基本的には6色、ホワイト3万3000、シルバーとブラック料金かからなくて、サンライトホワイトとかだから5万5000なんですね。グレーもホワイトと一緒で3万3000。ミストブラックも3万3000ですね。ミストブラックちょっと紫みたいなんですね。ボディショック。ファッションスタイルが標準車プラス10万。近く。ボディ色合わせた場合4万5000。ドアミラー部分とかアウタードアハンドルとかホイールキャップがですね、ホワイト基調になって、ミストパールというのはステップワゴンエアーに設定されているボディ色ですね。で、料金すべて一緒で、ミストイエロー、アイボリーがあって、今回も標準車スタンダードの方で料金かかんないシルバーですね。で、インテリアからグレージュグレー、シート表皮トイコットで、で、メイクオプション、標準搭載がホンダセンシング、ホンダコネクト、ホーギャザーズ、ナビスペ用、で、左側が電動式のスライドドアで、14インチのフルホイールキャップ、ホンダセンシングベースでもですね、上級グレードと特に差はなくて、もちろんクルーコントロール、レーンキープも標準搭載、電動パーキングですね、オートブレーキホールドも標準搭載となっていて、まあ、ここら辺は他の軽のハイトワゴン車ですね、コスパ良くて、で、これらが追加可能なメイクオプション、右側が電動式のサイドドア、運転席、助手席、シートヒーター、コンビニフック付きシートバックテーブル、オートリートラミラーで、左右独立式のギアセンターアームレスト、どれか一つでも選択したらもうこのようにですね、すべて選択されて、これ10万ですからね、10万900円ですかね、かなりコスパいいですよね。選択して、もう少し細かく選択できてよかったんですけどね。まあコスパいいですよね。ディーラプション。新車パッケージ。フロアマットプレミアム、ライセンスフレームメッキ前後。ナンバープレートロックボルトがついて4点セット。まあこれも安くて5万8190円。スマホスタンドとか、まあ専用設計ですし、つけといて、2781円。コイン箱ブラック。まあ、そんなに。製油量は少なくなってきますけど、まあ、つけといて、2481円。で、収納バッグ。助手席の足元部分で、5キロまで。耐えれて3981円。 ETC カバー、ピラーガーニッシュはつけずに、シーズンマットもフローマットつけてるんで、マットガード前後で16500円。タッチアップペイント、ルナシルバーの170円で、エクステリアでブラックエンブレム、ワンタッチサイドドアもつけずに、もうさっきのメイクアップションつけてるんで、両側ですね、パワーサイドドアで、で、ハンズフリーをつけときたいんで、こちらですね、左が19800円、アタッチメント含めても29700円。
で、リーデフォグとかレッカールはスルーして、ドアミラーカバー、カッパー、リアライセンスガーニッシュ、クロームメッキで、浸水ドアミラー1枚1880円4区専用ですね。ドアエッジモールはシルバーにして、プロテクションフィルムも2枚ですね、2200円。ドアハンドル部分4枚セットで2750円。ギアカメラノイテ水滴クリーナー、リバース連動、マクロンつけといて1枚1000。アタッチメント含めて14300円で、ブレードはつけずにですね。エアロパーツ、テールゲートスポイラー37400円。ダボリー色と同じなんですね、つけといて。ホイール足回りも標準で十分なんで、まあ、このようなホイールがあって、で、インテリア、ドアレコフロント用が34,100円、前後タイプで51,700円、スマホ連動式になって17,600円差なんで、もう前後タイプですね。で、ETC は安い方11,000円、アタッチメント含めて17,600円。アームレストコンソール、やっぱり高さとか、あとはですね、収納考えたらつけといて19,800円で、シートカバー、ベージュがファブリック、ブラックが合皮で、約2万差で、サンシェード内蔵大型ルーフコンソール、34,650円、500グラムですね。まあ、これは収納増やしたいんでつけといて、んで、USB チャージャー、ギア右側サイドポケット部13,200円で、マップランプとかルームランプ、ギアルームランプ LED 仕様ですね、すべてつけても15,400円。インパントレマートラケチトレイ、まあ、これだけつけといて9,900円で、キーケース、まあ、ブラックとシリコンのキーカバー、あまりカラーがなくて、ネイビー1980円、もうちょっと安かったですけどね。ペットシート関連で、チャイルドシート関連ですね。オーディオビジュアル8インチの方をつけといて145,200円、7インチがないですね。アタッチメント5,500円で、リアカメラで安心プラス43,500円、アタッチメント含めて39,600円つけて、で、他はつけずに見積もり結果で、 NBOX の標準車4人駆動車の CVT4 名乗車、 660cc の N エンジンで、ボディカラーシルバー料金かからなくて、インテリアカラーグレージュ×グレー、トイコットシートで、内訳車用本体4区で188,200円、ディーラプション699,820円、諸経費11万、メイクアプション10万弱ですね、セープラスディーラプションこれだけつけて、で、諸経費が11万。で、イケアコース相場、やっぱり0円の店舗が多いみたいで、の店舗によっては5万とか10万という情報も聞きますけどね。2台目のフルムでチェンジ間近の後期型だったら20-30万というのがあったんですけどね、やっぱり3台目フルムでチェンジしたばっかしで人気車ですからね、値引きしなくても売れる車なんで、値引きはかなり渋いみたいですね。で、納期としては2-3ヶ月、かなり納期早くて、一部タイプカーによっては1ヶ月で納車という情報もあってですね、だ10月とか11月に納車される方もいらっしゃるんでしょうね。まあ、ノーマーシャ基本的に2ヶ月前後という情報なんで、早かったら年内納車も可能そうですよね。
はい、今回新型 NBOX スタンダード4駆の方を見積もりながら最新納期と値引き額の相場、おすすめのオプション関連について紹介しました。